こんにちは、PCG スタートしていきますって言いたいんですけど、ちょっと前回上げた動画がちょっとバグっていて、で編集し直そうと思ったんですけど、元のデータ消してしまっていました。ということでステージ5もう一回やり直します。でステージ5はキル90 of everybody、敵全員の 90% を倒せばクリアというステージなんですよ。ちょっと本当はこれ面白い動画だったんですけどね、敵という乗り物を作ってて、これで最初引こうと考えてたんですよね。で久しぶりにプレイした後だったから、ちょっとやり方も少し忘れ気味だったんで、今こういう感じで、こういう感じで作って、ハンドル効かないし、何これ、ハンドル効かないし消そうと思ったちょっと待ってね、焦っちゃってるからね。まさかあんな動画がまたプレデターみたいになるなんて。確認しなかった時に限ってああなるんですよね。本当やめてほしい。で、どれだっけ、これだ。つけて、まあ、走ればいいんですよ、走れば。で、スタート。ゲットマン最初こうやって遊んでたわけですよ。でそしたら矢が飛んできて乗り物がボッボロになっちゃうんですよね。で次になんか面白いもんないかなって思ってアイテム見てて、どれだっけな、トーチっていうのがあるんですよ。かトーチトーチっていうのが、これだ、スモールトーチ。ね、ちょっと気になって、つけて、遊んでたんですよ、これは。なんも起きないじゃん、みたいな。なんも起きないし。そしたらね、なんか、ね、燃え始めて、それで、クリアしちゃったんですよ。もう本当にわけわかんないですね。何もしてない、本当トーチつけて何これってやってたらクリアしちゃって、ちょっとこれは面白くないだろうってことで、でちょっといろいろ作って遊んでたんですよ。で結果的になんかね、全部の敵倒したいですもんね。というわけでこんな感じになって、ウェポンのフレームスローを、そこら中につけたわけですよ。こうやってつい
てね、キャノンもね、ボーンってつけて、キャノン C だっけ、 C だね、決定が走ってて、なんかダメだ、マジで、作ってて、奥に弓いるじゃないですか、これもやっぱり倒したいよねってことで、出来上がった乗り物がこれです。これ作ったんですよ、結局いろいろ遊んでて、タイヤ増やしてちょっと直進力上げてこっちまで突っ込めるんじゃないかみたいなね、でキャノンも増やして今ロードしたんですけど、次の面でちょうど説明でセーブっていうのが出てきて、セーブしてみたんですよね。それのおかげでこの機体が残ってました。でこれ出ましょうね。さあまず止まって、止まってやりましょう。はい、もう一回ちゃんとね、攻めてくるやつをキャノンで撃ち抜かしてから突っ込むっていうね。あれ、ちょっと行けてないじゃん。待ってよ、もっとうまくいこうよ。あ、分かった。これをこうしてからの、うわ、来たー、いけー、ダメだ、どうやってクリアしたっけな。わかった、これで突っ込んで、これで突っ込んでやるよ、いけ、ほら、あ、届かない、雨しか見えてないし、完全勝利じゃないか。でも全員倒したよね。